はい、こんにちは、今日は耳の病気突発性難聴っていうのについてお話をしていこうと思います。今日まず第1部ですね、この病気聞いたことあります？私はね、ちょこちょこね聞くんです。これなっちゃったっていう人をね、はい、でこれはねどういう病気かっていうと、突然、何の前触れもなく耳がこう聞こえづらくなるんですね。で大体こう両方の耳が一度になることはなくって、片方だけですね、どっちか一方がなるということが多いようです。でなる方の年代は、40代から60代ぐらい、ね、いわゆる働き盛りと言われているような、年代の方に多いというふうに言われてますね。そして、この難聴のレベルですけどね、もうなんか全然聞こえない、全く聞こえないっていうレベルから、ちょっと聞こえがなんか悪いなみたいなね、耳がなんか遠いなみたいな、例えばお電話しててちょっとお電話遠いんですけどってね言いたくなるような、こういうレベルからね全く聞こえないレベルまでいろいろです。そして、この耳のダイレクトな症状以外に耳が詰まった感じがする、例えばこれはそうですね、飛行機に乗った時とかトンネルに入った時にこうプンって詰まる時あるじゃないですか。あんな感じで耳がこうね栓をされたように詰まった感じになることもあります。それから耳鳴りを伴うこともありますね。はい、それからこうぐるぐるめまいがしたりとか吐き気がしたりとかいうね、そういう症状が一緒に起きることもあります。あと声が、自分の声が響いたり人の声がね響いて聞こえるっていうような、こともあります。エコーのかかったね、ような状態ですね。はい、そういうこともあります。はい、今日は、まずはここまでです。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。